多治見市は貸す内市と交流を積極的に進みます。1年前に貸す内市長商工会議所ともっと仲良くなりましょう、こんな提携を結びました。貸す内市は私たちよりも人口の多い近代な都市ですが、まだまだ自然の多い多治見市に憧れがあります。サボテンが日本で一番の生産です。弥勒山という山を挟んでここを降りてくればすぐに春日井、また春日井から登って降りてくれば鈴原です。4月の毎週土曜日曜日にはいちご狩りを行います。ぜひともいちごを食べて春日井と交流をする。そして市役所の職員は消防の職員、今年の4月からは一般行政職、特に春日井ニュータウンの再生にしっかり挑戦ができる素晴らしい職員の交流を行います。